からね、30分もできないんだよね。悲しい悲しい。寝れました？全然寝ましたよ。爆睡爆睡爆睡したからこんな感じになってる。そう、仕事で行き詰まってます。だって本当に、え、待って、今日って木曜日なんだね。なんか火曜日ぐらいの火曜日ぐらいのあれだった。木曜日か、そうか、ほんまに。そう、今日ね、なんかね、撮影があるんですよ。撮影があるんじゃなくて、武道館用のさ、武道館コンサート用のなんか撮影みたいな。待って、鼻の乾燥やっば、なえ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 。待って、これはちょっとなえるレベルで鼻乾燥してる。え、こんなことある？こんなことあります？嘘。こんなことある？本当に、え？めっちゃなえた。なえた、なえた。入れ。あら。こんなことあるの？本当に嫌だ。やだ。なんで？マジでやだ。皮むこ皮むこ。ああ、ただでさえ時間がないっていうのに、ただでさえ時間がないっていうのに、なんでこんな鼻の皮に時間取られなきゃいけないわけ？嫌になっちゃうな、もう。本当に困ったもんだぜ。ナイス、オッケー、オッケー。ちょっとマシになった。ご機嫌斜め。そう、ご機嫌斜めです。この時期に鼻の乾燥珍しくない？嘘、私もう年中だよ。年中鼻は乾燥してるね。嫌になっちゃいますね。うわー、これもうどうする？多分全然映ってないよね、画面に。いや、でも、いや、今日はあれだ。眉毛までかけたら家出ていいから。そうそうそう、眉毛までかけたら万歳万歳ですよ。頑張ろう。だからみんな、眉毛まではかけますようにって思ってて、ひょうかちゃん眉毛まではかけたらいいねっつって。ああ、来た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 。うん、ちょっとこんぐらいにしとく。こんぐらい、まだちょっとこれしゃあなしかな。来ました、こんにちは。年中つらい。そう、年中はね、なんかね、鼻のとこだけ本当に乾燥するんだよね。小鼻まであれなんだけど、なんていうの、先端っていうんですか、ずっと乾燥してます。あ、いいんじゃない？ちょっとはいい感じになったかも。ちょっと軽く保湿軽く保湿をして。何分だった？今もう42分じゃないか。急いで眉毛描かないといけないじゃないか。いいけど別に
いいけど、書くけど別に。あー、ちょっと待って、もうごたごた。ただいま。配信見れて少しリセットできたので仕事戻ります。公演頑張って。ありがとうありがとう、頑張るよ。公演などなど、公演などもろもろ頑張りたいと思います。きょんちゃん iOS、 あれそれ iOS って読むのでやってるんだっけ。 iOS16 にし、え、何だろう、わかんない。これ今私が使ってるのは何だろう。それにするとなんか、え、またあれ絵文字とか増えるんだっけ。これはさすがにない。ごきげんよう、みんなこんにちは。今日公園来てくれる人いますか。私にゆいりちゃんの写真集プレゼントしてくれる人いますか。これで届いたらびっくりなんだけど、これで届いたらびっくりなんだけど、これツイッターとかで言ったら10冊ぐらい来るから。やばそう、ゆいりちゃんファンの人が、え、あげるよみたいな、いるかな。あ、容量がなくてアップデートできなかった。あ、そういうことか。寝てる間にじゃあ気づいたらみたいな感じかな。もしかしたらされているかもしれない。ナイス。え、待ち受けとか、え、待ち受けとかいろいろ変わって時計の色とかフォント変える。え、本当にすごいね。フォント変えれるのってさ、やっぱ Android ならではみたいなとこあるじゃん。iPhone でもそれ？フォントとかちょっと変えれる感じになったの？ルンルンだね、それは。え、てかまず今日ちょっと太ってる。今日ちょっとっていうか。太ったなって思われそう。やだ、やめてよ。うん。あ、いいね。よし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 。ファンデを叩いていきたいと思います。よろしくお願いします。バッテリーの残量表示されるよ。嘘、本当にバッテリー残量表示されないので慣れてるからな。別にされなくていいかも。私はそうなんだ。でも確かに買いたての時は、え、何パーか分からんやんみたいな思ってたな。やっぱ人って数ヶ月使ったら慣れるやん。よし、いい調子です。47分、オッケーオッケー。シェーディングと、いやー、眉毛は描きたいよね、さすがに。え、てか今日初めて履くさ、初めて履くレッスン着履いてるんだけど、めっちゃいいね、これ。パジャマにできそう。パジャマにできそうな。なんか、いい感じの、動きやすい感じで、とっても幸せです。ナイス。オレンジさん、レインボスターありがとう。ごきげんよう。写真の被写体抜き取ることもできるらしい。え、嘘、すごいね。そのあれだ、だからアプリとか入れなくても、
そのもうあれね、アプリ、そのもともとそのアルバムとかの編集機能みたいなやつで抜き取り機能みたいなのがもうついてるってこと？やばくない？それやばくない？今日は何時くらいまで配信されるんですか？11時前には終わりたい気持ちです。よろしく、よろしく。いやでもちょっと待って、いや意外とそんなあれなんだよ。ちょっと待って、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。この涙を君に捧ぐ、もっと君が輝くなら。うわ、これにしよっかな、どうしよっかな。ちょっと待って、あ、そうだった、迷いますね。そう、早め早めの、早め早めの行動がいいよ、なんでもなんでも。そう、人生ね、早め早め。待って、なんか鼻の色キモくないか鼻の色キモくないか。どうしよっかな。でもなるべく長いこと配信できたらいいしね。まあ夜もするんだけど、公演終わってから夜もするから、まあ別にいいんだけど。だってまあ電車遅れるかもしんないもんね。ちょっと安全、安全に行きましょうよ。安全安全。あ、ナイスじゃん。よしよし、よし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 。そしたらいいですよ、まあまあ順調です。余裕持って、そう余裕ね、そう早めに、早めに出た方が。そう、今日みゆさんの生誕祭、嬉しい。何喋ろっかな、MC 一緒だから。あれ、自己紹介 MC のお題何だったっけな、忘れちゃった忘れちゃった。自己紹介 MC のお題何だったっけ。シャキン、今日はそう、もう今日決まってる。昨日台本届いてたから、でもスクショしたから大丈夫そう、大丈夫そうっていうか、スクショしました。シェーディングっていいな。やっぱシェーディングっていいな。ナイス。やべ、髪が。何分でしょう。52分。え、いけるくね、きょうかちゃん、いけるくね。ちょっといける気がしてきた。みんな応援してくれ。あ、自己紹介 MC 最後に言う人、前の人と被らないようにするの大変。え、絶対そうだよ、絶対そうだよ、っていうか事実そうだよ。だから私サムネイルさ2番目だから、めっちゃ2番目じゃないわ、サムネイル1番目だから、
僕隊も2番目だし。だから16人公演の時とかさ、すごいよね。16人目の人とかさ。大変だよ。考えるのが。眉毛描きますよ。眉毛、眉毛。1455日だって、おめでとうございます。ななみんさんが100回目の訪問だって、ようこそ。100回目だって。ありがとう、100回。3、4ヶ月は見てくれてる。ありがとう。やば、なんかめっちゃ、眉毛が凝ってるな。眉毛が凝ってるなって伝わらないよね、きっと。眉毛が凝っとるんよ。待って、これさ、本当に、なんかちょっと、いや、これいけるんじゃね？あ、ナイス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 。ニキビ潰しちゃった。ニキビ潰しました。よっしゃー。最高だ。今日は、質問なんだけど。今日は暑いですか？でもまあまあ天気良さそうだったよね。まあまあ、まあまあ天気良さそうだった。あ、腰抜けってさん。だるまありがとう。昨日よりは涼しい。割と、本当に涼しい。よかった。まあでも言うてそんな、ずっと外にいるわけじゃないから。移動中のあれでしかないけど。待って、眉毛かけたじゃん。眉毛かけて。ノーズシャドウ描いて、眉マスカラして、ちょっと待って。あんたいいよ。あんたいいよ、本当に。超絶いい感じかも。うわ、今日の公演ちょっと頑張れるかもしれない。今日の公演頑張れるかもしれないよ。今さ、台風やばそうじゃない？バトニーさん、違う、パト、違う、バトニーさんだ。バトニーさん200回目の訪問だって、ようこそ。ようこそ。こんにちは。あ、夏好きとしては涼しくなると寂しくなりますって。そうかな？ナイス。ナイス、ナイス。そう、台風さ、3個同時にいるじゃん、今。東京はいつ、あれなんだろうね。直撃というか、なんというか。57分、OK。え？待って、なんで急にマネージャーさんから連絡。え？ちょっと待って、え？ちょっと待って、めっちゃ悲しい連絡来てるんだけど、本当に、え？なんで、なんで、なんで。嘘でしょ？待って、めっちゃ悲しい連絡来てたんだけど、マネージャーさんから。マジで言ってる？なんで？なえた。今日の公演頑張れない。今日の、
今日の公演頑張る。嘘でしょ、なんで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 、おかしいよ、なんでなんでそんなこと言うの、え、本当に本当に悲しい、え、なんでなんでだろう、悲しい悲しいしか言わねえ、悲しいしか言ってないけど、なんで本当に、え、悲しい、何何何、そう、なんか悲しい連絡が来てたよ、なんでそんなこと言うの、なんでそんなこと言うのっていうか、なんでだ、まあまあまあ話を、詳しい話を聞かないとわけわかんないよね、聞こうじゃないの話を、いや、ここで引き下がったらダメなんよ、マジで。そこに立ち向かっていかないと、立ち向かっていくのが俺。じゃあちょっと眉マスカラだけして、眉マスカラだけしてドライヤーして出るね、後日教えてください、だって話せる時が来たら話すね、話せる時が来たら話すね、よろしく。ちょっと本当に悲しい、ちょ、好きな曲大音量で聴きながら行こう好きな曲、好きな曲大音量で聴きながら電車乗ろう、あー悲しいよ、めちゃめちゃ悲しい、なんでそんなこと言うの、悲しいよ、でも今日はみんなに会えそうだから嬉しい、やば、待って待って、情緒きょんちゃん情緒、待って、今日二重テープ持ってった方がいいかな、今日二重テープ持って、いや持ってから、いや一応持ってくか、ナイスナイス、この涙を気にさせる、もっと君が輝くなら月に登った、閉まるかな、めっちゃめっちゃもう画面映ってると思ってあれだった。今日はお弁当なしとかそんなんじゃないよ、もっと悲しいことだよ、え、マジ悲しい、本当に本当に悲しい、なんで、怒っちゃうぞ、怒っちゃうぞって怒ってるんだけど、もう、はあ、なんてこったい、本当にもう嫌になっちゃうね、悲しい悲しい、なんでこんな、なんでこんな悲しいことばっかり、悲しいことばっかりでもないけど別に ちょっとライヤーするわ、ドゥ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 、あ、ごめん、すぐ終わりそう、ドライヤー、
ケー、ナイス。あ、もう行かなきゃ、もう今やってて、今出て何もわからんから置いてけぼりなうですよね。そうなんですよ、置いてけぼりなう。え、な、え、待って、そう、私が悲しいって言ったことに対してかな。待って、ちょっと髪サラサラだから自撮りしよっかな。とっとと家を出なさい、早くあなたは家を出ろ。でもまあ黒 T シャツだしな、わかんないか、写真撮っても。まあ今は家を出ることを優先しましょう。靴下を履いて、オレンジさんファイト、ありがとう、ファイト、キヨカちゃんファイト。ああ。窓を閉めないといけない、自分の部屋の。ああ、頑張れ頑張れ。いや今日も私は必死に生きているよ。ガンバーだって、ありがとう。ランキングビャって読むね。13位からおじおじ、さゆちゃん、まこっちゃん、天野さん、くらふぞきさん、まさとくん、にしぷーさん、そのこさん、マウンテンゴリラさん、オレンジさん、ぜんじろうさん、ガンちゃん、そしてショーンさんです。ありがとう、はじめて、しおりさん、しおりちゃん、ありがとう。もう今日配信終わっちゃうけど、夜も配信するから、また見に来て、絶対見てくれよな。じゃあ終わるね、みんな。今日も一日ハゲてる、ちょっと待って、今日も一日。